女性の方が出発いたします。お待たせいたしました。皆様、山頂での景色や離峰感はいかがでございましたか。良き旅の思い出になったことと思います。前方に開けております街並みは熱海温泉の前景でございます。熱海温泉は昔海の中より温泉が湧き出し、海がお湯のように熱くなったことから熱い海、熱海と名付けられました。かつては徳川家康が当時に訪れたと伝えられる四季を通じて暖かく風光明媚な温泉郷でございます。右下は熱海後楽園ホテルの前景で、客室から100万ドルとも言われていました熱海の夜景や花火大会を一望することができます。現在工事中の旧館跡地には熱海最大級の日帰り温泉施設をはじめ、伊豆をテーマにしたダイニングやマーケットなどを備えた複合型リゾート施設が2019年春にオープンする予定です。ぜひご期待くださいませ。前方に見えております熱海港からは伊豆大島行き、初島行きの船が出ております。市内経由熱海駅行きバス停は進行方向右手正面、チケット売り場横になります。まもなく山麓後楽園駅に到着でございます。お出口はゴンドラを降りまして左側となっております。お降りの際はお足元に十分ご注意ください。本日は熱海ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございました。雲がいる。どこ？あそこに雲いるじゃん。どこ？俺のとこ。うまいじゃん。いいんじゃん。あそこ雲。ご乗車ありがとう。ちっさ。あれ世の中では猫って言って。あれ熊でやんのみたいな。完全北極道なんじゃん。どこ見てんすか。何見てんすか。目悪いんじゃない。どっから伸びてる熊じゃん。お出口階段を下して左側となります。